フリードリヒ一世は、ブラウンシュバイクリューネブルク公、ボルフェンビュッテル公。1400年に、ドイツ対立王に選出されたと言われている。ボルフェンビュッテル公、マグヌス二世と、ヒカタリーナ・フォン・アンハルト・ベルンブルクの間の長男で、リューネブルク公、ベルンハルト一世、ボルフェンビュッテル公、ハインリヒ一世の2位。 クライネングリスの石の十字架1381年まで、父の重慶帝ブラウンシュバイクゲッティン元孔夫が、後見人を務めた。父と同様、フリードリヒ一世もリューネブルク継承戦争を継続させたが、1373年に、フリードリヒ一世と弟らは、アスカンカのザクセンビッテンベルク公と条約を結び、和睦した。この条約において、 リューネブルク公領はニーアで交互に統治することとなった。しかし、この対立は続き、1388年、最終的にフリードリヒ一世が弟らと共にリューネブルクを征服して終わった。1400年、フリードリヒ一世はフランクフルトの帝国会議に参加した。この会議の目的は、ローマ王、ベンツェルの範囲を議論することであった。 言い伝えによると、フリードリヒ一世は一部の貴族らにドイツ対立王に選出されたというが、この選出について総意が得られなかったため、フリードリヒ一世は議会から去ったとされる。文献による裏付けがないため、実際にフリードリヒ一世が対立王に選ばれたか否かは議論が分かれている。ただ、フリードリヒ一世が、キロの途中でバルデックハクハインリヒ七世により、 家臣のフリードリヒフォン・ヘルティングスハウゼン、コンラート・フォン・ファルケンベルクと共に殺害されたことは確かである。この暗殺がローマ王候補を除くために行われた可能性がある。あるいは、この対立王選挙の話自体が暗殺の動機として後に生じた可能性もある。この暗殺は当時の関心の的となった。フリッツラー近くのクライネングリスの現場には、 石の十字架が建てられ、フリードリヒ一世の遺体は、ブラウンシュバイク大聖堂に埋葬された。男子がおらず、ボルフェンビュッテルは、弟ベルンハルト一世とハインリヒ一世が、継承した。フリードリヒ一世は1386年に、ザクセン選帝公、ベンツェルの娘アンナと結婚し、二人の娘を設けた。ありがとうございます。